どうすきです。ソウルガイズディオショーやっていきましょうか。ドレミファソファミレド。さあ行きましょう。味方金魔女の方ですね。スタート、スタート位置が悪いか、これは。最初の取り上げできないかな。ここだけしていくわ。してたいけど、もしくは空いてるぞ、そっち。空いてるが、取られていく、判定上。厳しい。こっち行くわ。こっちの2点取って、キャンマンの方1点取ってくれて、ナイスやね。で、さらに1点取ってくれた。手分けした方が良さそうやね。キャンマンの方そっち、今からそれこっち行くわ。1点、1点、よし、ダブルドル来た。トリプルドリーに申し込んでいくが、申し込んでいく。あー。重力が軽すぎて全然重さが加わらへんから、ボタンに重力がかからへんのな。ずれろ。オッケー。フルーツパニックスタート。さ、金ピカ狼さんおる中でという形のメンバーですね。行きましょう。鉄鉱石背負ってるさんでもおるね。とりあえずキャンマジ行くぞ。頑張って。キャンマジの数さっきでハチャメチャ置くとき頑張ってくれとったからね、いけるんじゃないでしょうかと思ってますけどね。決勝だよ、とりあえず。ふっ、ピヨーンとしていって、ほい、1位申し込んでいく。オッケー、申し込んだ。キャンマジの手応えどうか。よし、キャンマジ来てる。ゴリン。ドレミ。決勝戦、リングの呪い行きましょうか。スタートー。さあ、8名でのリングの呪いですね。1周目カットします。さあ、第2周目からやっていきましょうか。スタートー。リングの呪い。さあ、味方の金魔女がね、かなり深い位置をね、掘ってるというイメージですね。前々で立ち回ってくれてる。左結構削れてるね。ソフトクリームさんによって一気に左が少なくなったからね。少なくなったら足すだけなんで。で、さあ、つかみ警戒しようか。ソフトクリームさん。どのような扱いなんでしょうか。ちょっと前前やけど、前行き過ぎても危ないから、もう少し後ろで立ち回りたいが、ふっ、向こう行くと見せかけてそのまま座るわ。もう一回渡れるんで、ほい、渡れるワールド。ちょっと遅らせてからね、ディレイをかけてて、ほんで中央渡れるね。中央側てか、あれや、俺が下目に行った方がいいか。真ん中なんか上手い人いそうやな。さあ、キャンマジが下目に行く。セジュンさんです。真ん中にセジュンさんの姿あり。キンマジが扱いなんです。ふっ、俺ここで渡るわ一旦。はい、あの方は真ん中から渡るような。ここの最先端行きたい。先端。あ、やばい、足が疲れる。あ、でも吹っ飛んでたね。ナイス。金魔女が競ってくれたから、吹っ飛んでいたという形になりましたね。味方が強かったら、リングの呪いうまかったです。ありがとうございます。楽空拳スラム!さあ行きましょうか、楽空拳!スタートー。さあ、どうやら戦いが始まってきましたね。無償降臨申し込んでいきます。さあ、無償降臨どうか。あ、無償降臨あなたは、どうか。ちょっと今の見て嫌がってたよね。今ので、あ、やばい、俺無償降臨させられるわってつぶやいてると思うけどね。ごめんね。おっと、オスナメスルさんとの、やり合いという形か。さあ、どうか。ふっ、オスナメスルさん、申し訳ないけど、無償降臨しろ。あ、マイバーマン助けに来へんのかな。マイバーマン助けに来た。さあ、引っ張ってる。あ、マイバーマン無償降臨無償できてついましたね助けに来て気絶した。面白いな、結構なんか芸人魂分かってて俺好きやな、ああいうのいいと思いますよ。はい、さあ逃げた。逃がさない、撃ちます。さあ、押し追い込んでるけど、これ水色落ちるからね。さあ、当然このまま引っ張りだおこにしていきましょう。はい、どうぞ、こちら案内しますんでね。はい、こっちだよ。さあ、ここ騎士の戦い、どうだ。おっと、ブラストボール、おハードボール出ましたね。大相撲かと見せかけての、おいしょ、あー、帰ってきよった今下落ちとったようにも見えたんですけどね。ふぅ、なかなか、おーっと、自らダイブいや、いいですね。あとはこの元エステル君を相打つすれば勝ちやの。エステル君、待ちなさい。青落ちろ。青落ちないか。味方の方がすごいと言ってるが、助けて、打てるやん。助けはしない、無償ジャンピンだ。いけ、あかんか、畑を落ちましょう。おー、引っかかったけど耐えたか。危ない、うわー終わったビクセル名人行きましょうか。スタートー。さあ、大囲い行きましょう。サビカの方反応したか。どうだ、おー、来た来た、おー、反応した。おい、ナイス。スカンクの尻尾さんですね、味方の方。すげえ、うんこ巻き。はい、で、これでこういう風にやっといたら OK ね。こうやね、味方から安心しや。はい、俺作りますんでね。こんにちは。次の台、これが砂時計。大きなノッポの砂時計。はい、トンパンで修正ができないからね、これ間違えたとこもありますから。はい、味方が大丈夫か。はい、トントン、 OK。 次は大矢印、3マス塗りにこう全マス塗りやな。超絶全塗りで、ここふわー塗っていきまして、お、ありがとう、頂点だけねやってくれたんやね。
にやっとこちらです。で、こうやね。トントンパン。そしてトンパントンカツン。で、ここ。はい、オッケー。さあ、西川清志にイマジネーションさんマッチングしましたね。スライムクライムで決勝進出切符、ピクセル名人からのスライムクライムでしたね。さあ、西川清志イマジネーションさん、うまい方やからな、まあ、ライバルに来てくれて頼もしいといったところでしょうか。とりあえず決勝出たいからな、俺1位取りたい。やばい、1位取らないとエンターテイメント可能性あるから、みんなショートカットうまい。ちょっと厳しめに行くわ、厳しくいっといて。さあ、味方スカンクの方の姿あり。さあ、ない、プーさん現れた。そうさせない、うわー、待て、そうさせたか、まずい、捕まえろ、落ちろ、慌てて、慌てて落ちないか、2位になっちゃったけど、まあ、あとはスカンクの方頼んだぞ。ダメだ、キャラコンができないか、コントローラー貸してみ。さあ、今3位ですからね、この方落ちろ、そのまま吹き飛べ、ナイス、おっしゃー、今の方吹き飛んでくれたおかげで助かりましたね。エッグキャッスル行きましょうか。なんでこれ2対2対2でエッグキャッスルやらなあかんねん、もう決勝でええやろ。やばいやばい、これ強い方に絡まれたら負けるで。頼むわ、スカンクの方確実にいてくれ。ほい、これ金艇を1個守るとかでいけんのかな。何が勝ち筋なんやろ、勝ち筋が分からへん、あんまり。なんかうまいこと、俺が2人おればね、俺が1人邪魔しに行って1人が守るみたいにできるんやけど、全然想像つかんな。とりあえずまあやれることやっていこうか、ちま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 集めて、だから少ないチーム狙うしかないけどな。ほい、フェイト頑張ろうぜ。お、ナイスナイス、頑張ってくれてるね。カタンクの方に全部預けるから、それちょっとうまいこと、赤チームちょっとやめて。ほい、フェイトという形で、お、黄色チームの人やり方間違えとる、何適当に入れんな。ウープループレジェンド行きましょうか。おっと、後ろ金天スタート、スタートが反応あり、行きましょう。まずは金天持ち込んでいく、 OK、 いいよ。トップ3名ですから急がなあかんよ。おい、真ん中の金天のアプローチがない、様子が変やぞ。味方の方どうする、バルノーム取っとくか、とりあえずバルノーム取って、金天向こうが出たという連絡やけど、オンビングや、あかん、オンビングされたらチーム上がられた、チーム上がられた、今のオンビング金天でチーム上がられました、大ピンチ。こんにちは、言ってる場合ちゃうよ、マニさん。ふっ、いけ、ゴールイン。決勝戦、縦まつるのキンスペース、ドレミファソファミレド行きましょうか。スタートー。さあ、このようなメンバーになってますんでね。さあ、生つまみ、あー、ゴリラさん、おっと、ゴリラさんと接触どうか、おー、今度はこの帽子の子ですよね。オオカミさん接触か、ちょっとプレッシャーかけましたが、あんまり落ちにはならないって形か。やるな、ほい、真ん中、競っていきましょう。競っていって、どうか、よし、そのまま吹き飛ばせ。うわ、ロッキングメンバーか、くぅ、危な。とりあえずもうジャンプ連打しまくって、ロッキングメンバーはね、振りほどかないかもね。どこ行こうかな。水リングメンバー。あ、先走られた。母ゴリラやな、あれ、水色メンバーは。帽子の子。帽子の子に先走られんな。インコース取るわ。今だ、スキャリ、オッケー。今のね、その起き上がる瞬間ってね、こう勢いつかんかったりするから。ほい。お、よいしょ。おー、ずれろ。起き上がる瞬間じゃない。うわ、向こうが足のないんちゃうか、あかん。とりあえずまあ1キル取ったって感じやね。で、オオカミさん取らないでこれ負けちまうんで、オオカミさんどうやろ、オオカミさん、あ、そっち行く、よし、ハーゴリアから逃げろ、あむ、あむにせんとこ、こっち行くわ。で、この方はおお、後ろついていく形になっていく、逃げたね。味方の方も安定耐久、真ん中、よし、真ん中捨てるわ、おるら、預けろんじゃ、ゆっくりゆっくりゆっくり、はい、ここ切って、黄色付近はやっぱ立ち回りたいところであるからな。はい、あ、オオカミさん完全ペース掴んでるな。ジャンプ、危ね、よし、なんとか弾き飛ばして、ハーゴリラ狙います。ハーゴリラ。わーっと、あー、ごめんなさい、また味方がやってくる可能性もある。見て見て言うてんな、ハーゴリラさん。飛ば、味方の方、行け、真ん中これ。真ん中真ん中。よし、まあゆっくりゆっくりゆっくり。あいつらチームなんかな。はい、ゆっくり。真ん中な。ハーゴリラ来るよ。ハーゴリラとの一騎打ち。よし、黄色取れてる。いいよ。やっちゃった、言うてる。やっちゃ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 わへんよな。逃げろ逃げろ、そうそうそう、キレキレキレ、うまい。あー、でもハーゴリラさんまだ生き残ってる、すご、つかめ、あかん、危ない。ハーゴリラさんうまいわ、多分普通にめっちゃ強い人や、多分。うわー、端っこの上やられた、生切りされちゃう、危ない。うわー、おー、よう頑張ってんな、落ち着いて。そうやね、体力節約っていう形になるよな。はい、ハーゴリラさんライン切り狙ってくるからね。はい、で、自主退場やな。お、耐えた、おっしゃ、空中浮いた、おっしゃ、必殺技か、おっしゃ、なんや、お前は空中止めるんか。
なら無限の可能性がある可能性。空中かまさか。ライン切られんな。飛べ危ない。いけ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 、よし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 。危ない。ついてけついてけ、そうそうそう。はいはい、よしよし、足回る足回る、オッケー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 、よし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 。よう耐えたな今の。さっきのあの空中みたいなあんなありかよマジで。すげえまたお持ちやなあなたよ。いけ危ないぞ。ハーグレさんもなかなかすごいな。そろそろ消えてくる。あ、そっち行ったら危ないって。あーもうあれか、ジェットエンジンもう使えへんかったか。ビクセル名人行きましょうか。スタート。さあ大はしごですね。バー行きましょうか。バーっと一刀一刀、見方が早い。行こう大はしご塗ろうな。はい大はしご完成。ナイス。こんにちは。どうか大学校の方ですね今度ね。大学校いいよ、いい方向に回った味方と。完璧や。よしいいですね、回る方法が一致した。次のお題、大矢印全部大つけたらいいと思っちゃうぞ。さあ行きましょう。こうやって行っといて塗り込んで、オッケーナイス。はい大時計ですね、ここしか回っていきまして、はいナイス。あれナイスじゃない、あ、ここは濡れてなかったんや。そういうことか。ラスト。きた。なんじゃこりゃ。R という字ですかね。あ、ごめんね。いや、合ってんな。合ってる合ってる。あ、そんな感じ、そんな感じ。そうそうそう。ちょ、ごめんごめん。なんかくちゃくちゃなってきたわ。ちょ、待って、もう、そっちも、一回こっち作ってくるわ。一旦そっちくちゃくちゃになったから。で、こっち終わらせよ。ほい。修正かけよう。あと、ここやね。ここいらん。なんで？あ、ちょいちょいちょい待って、この辺がおかしいやろ普通に。これがずれとるやないか。はい。これでオッケー。決勝戦、ジャンプショーダウンの風やり部門行きましょうか。さあどうか、もう出てきた、りくん大丈夫か？大丈夫と連絡、風やり部門は苦手なんでね、早期決着願いたいといったところでしょうか。さっそくつけまとしていこう。風の概念を忘れて落ちてしまう、それが俺の日常なんでね。ほい。なんか敵が掴んでくるかってね、あの脳がこう掴んでくるかどうかにね、こうなんていうかな、 CPU を割くといいますか、コンピューターを割ったら脳のそのパワーを使うわけやんか。敵掴んでくるかなってこう警戒して他の人間に集中した時に風の概念忘れるっていう、そういうことなんですよね。一つのことに集中した時に一つすっぽ抜けるんですよ。だから風忘れんねん。普通になんかあの忘れたとかじゃなくてね、例えばその日常的に予定忘れてましたなんてことあんまなかなかなくて、例えば今日誰かと遊ぶよって時にその遊びをすっぽかすがないんですけど、一つのことに集中した時にもう一個がすっぽく抜けるっていうのはこれがあります。ほんまにだからマルチタスクできない的な、そういう感じ。ほい、いけ。で今ちょっと風危ないね。風来るよ風来るよ、風来るよって唱えなあかん。風来るよ祭り。ほい、風来る、あ、風風風風風、もう今風ばっか考えろ。風のことだけを考えて、よし実際上ありがとうございます。ペンギンプールパーリー行きましょうか。スタート。さてにこっちに寄ってきてくれ。最初寄ってくるかどうか。反応はこっちのやつやったんとする。見方そっち頼んだ。取ったけど、うわー取ったけど不利がありました。もう一度反応。なんじゃケロッピーか。うわー空中掴み入らず。どきなさいあなたは。ほっ、なんとか1点2点。あーやばい、これエンターテイメントあるかも。どいて普通に。おいおい、よし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 。ここだって俺が行くべきやろ。さやろ、俺がもう優勝すんねんから。優勝できる人間が決勝に上がるべきでしょう。味方がちょっと立ち往生やな完全に。逃げるわ。いけるか味方がどうか。頑張れ、よしナイスガード。あーたま上がられたぞ。さあもう2チーム目はそろそろ上がろうかという展開。上がっていった、やばいやばい、早く、あかん、あかんくはないやろ。あと5カウントやし、耐えてくれ。いけ、決勝戦ロールオフですね。スタート。さあ行きましょうか。ありがとうね。オッケーありがとう。ということで決勝出れて喜んでるね味方の方。さあ生妻落とし、うわーっと狙ってきた。うわーモスラ、もうモスラ一旦逃げたという形。ちょっと一人で畑落としたけどね、モスラがちょっと危なかった。怒ってる、そんな関係ないですよ。さあメガネの方狙います。おお狙えるか狙えないぐらいかな位置的に。そうモスラがちょっと怒ってるんで、こっちもじゃあ戦い申し込むわ。そのままずれろ、ずれろ、そのままずれないか。こんにちは、危ないよ。まだちょっと遅いからね。危ない、モスラ結構あれやな、押し強いな。このジャイアンさんですかね、ジャイアンさんの123位帯バシュ。
さあ行きましょう。帽子狙います。帽子玉落とし、オッケー、帽子玉落とし成立。どんどん人落としていくよ。さああなたはどうか、警戒はご存知か、ご存知っぽい。さあどうか、もう一度ぐる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 回していこうかで展開。止まったスタンプをしている。猫っぱり、いけ、猫っぱり落としていく。いいよ。さあ人出てきたぞ。味方の方は残ってくれてるんだよね。あとはこのあれか、この4人、おっと、この方々はチームじゃないみたいね。やり合ってるわ、喧嘩になってる。チャンス。さあ落とします。モスラメガネ圧かけて、メガネに常に圧かけて移動をね、こう難しくしていく。難易度上げていきましょう。シンプルに布団の中、今回壁増しパターンやからね、難しいよ。モスラどうか、モスラ大丈夫、なかなか強いね。このメガネの方もね、なかなか強そうやわ。さあモスラの方が自分で落ちていったっていう感じですね。あと一人なんで、まあ道連れ狙っていこうかな。7落とし、超絶道連れ、オッケー。ペンギンプールパーリー行きましょうか。スタートさ、どうか掴めるかどうか。ワニさん頑張ろうな。そうか、超絶画面入った、逃げるわ。ワニさんの連絡どう。ワニさん追いかけてる。本部にわせこいでも全然いいねんで。俺こっち入るわ、安全地帯。これで安全で、ワニさんはどうか。ワニさんパチンコ状態、くるくる回っています。そうだ、俺に任せたってことだね。あ、なんか猫っぱり来てるな。スーパーターンかけたら良さそうやな。こっから、こういう感じで、スーパーターンで、よし。スーッと行っといて、ワニさん、守ってくれ。そう、ありがとう、ありがとう。そういうことよ。それ頼むわ。ブロッキングウェーバー頼むね。ワニさんに守ってもらおう。ワニさん、ワニさん行け、ワニさん行け。あかん、ワニさん、よし。決勝戦、リング呪いですね。あ、ネギダレ君さっき一緒にジャンプショーダン優勝した方やん。こんにちは。ね、今行くようになってる、今行くようになってる。あー、ほんまに今行っちゃったよ。ネギダレ君あれやん、なんか動きなかったもんね。その落ちてたという形になりましたね。どうしたの、いかがなさったかという形ですけど、まあ一周目カットします。さあ第2周目行きましょうか。 BGM が消えてんのな、これ。リング呪いの BGM 結構神 BGM やからね、好きやねんけどね。調子狂うな、 BGM ないリング呪いってなるとね。さあまず右がかなり残ってて、ワニさん左側の後ろ方を追走って感じか。どうしようかな、まあ、真ん中から右、あ、この人右取りに来たな。お、アヒルさんがそうはさせまいと言わんばかり。はい、この帽子の子強さやもんね、水色の帽子。はい、第3周目に向かうという形ですが、 BGM がないからね、あんまりこうてーてれれれってれーっていう感じで来てくれんとちょっと調子狂っちゃうね。はい、サエンターテイメントとしても出る中で、味方まで残ってる、味方向こうで残ってくれてんな。はい、危ない、これ滑り一番危ないな、これ。ほんまあかんか、ちゃんとタイルの真ん中踏まんとね、やっぱ滑っちゃうんで。はい、前ちょっとほっていけないし、危ないね、戻した、1右端に戻して、はい。おー、結構使われそう。おー、タクロティクダイブ。うん、消費しに来たな、完全に。さあ、これで、あと左1個渡れるぐらいと、右がいっぱい渡れる。さあ、味方エンターテインメント。右が1個渡れるっていうところ、おっと、かなり、あれやな、みんな、厳しくなってきたね、タイルが。危ない。向こうに行くと見せかけたいけど、まあ、次座りかな、さすがに。ふっ、ちょっと、せり飛ばす可能性もあるから。押せるわ。ふっ、走る、走る、走る。走る。ふっ、ドックルは、やめてよ。危ねえ、タックルいくらった。なんとか耐えた。まあ、今のでも俺落ちるとこやったからね。もう耐えられんかった。今、タックルで体勢崩したから。あかんか思ったけど、二人とも落ちてくれたわ。スライムクライム行きましょうか。スタート、サビ方の頑張ろうな。緑の方ですね。さあ、先行争いですよ、どうか。パンダの方を背負ってる状態。せーの、ジャンプ、よけ取り出して。1位取ろう。さあ、あいつめっちゃ早いな、オレンジ。誰や、何者。さあ、風のショート方も行きそうな勢い。俺もやった方がよさそうやな、さすがに。いっといて、せーの、ほい、オンビングメンバー、いくぞ。なんでかは知らんけど、オンブ。しっかりと、こんにちは。ジャンピング、ギリギリ、オッケー、いいよ。さあ、このまま連れていきましょう。ほい、ほい、風危ないよ。風注意して、シュイーンといっといて、まあ、これ1判定もらえるから大丈夫やね。1判定、ゴリン。特大大決勝、ロイヤルファンブルで決着のですね。さあ、ポケニオンさんの逃げという形。ポケニオンさん、あっちで時間を使っていくというイメージなんでしょうか。襲いかかっていきましょう。ポケニオンさんに上から失礼。ダイレクトタックルゲットしていきましょう。さあ、こっから30秒間の逃げを申し込んでいきたいが。ワニさん、捉えていく。まあ、ここはまだね、まだ時間ありますからね。上げたようなもんですわ。乗ってくるよな。とりあえず、インファイトしていくわ。近距離で。ひっくり返ってる、その瞬間。とにかく詰める。詰めて詰めて。で、ポケニオンさんは、こっち来そうやね。ポケニオンさんの動きを呼んで。オレンジメンバー、しまった。ちょっと危ないね。もうそろそろ捕まりに行かないと負けちまう。致命傷になっちめ。ここ、よし、インファイトしよう。詰めよう詰めよう。ポケニオンが奪え。ポケニオン奪わない。
ここで割っていく。無敵時間を使いたい。オッケー、なんとか粘り込み。危ないところでしたね。ナイス。スキーボール行きましょうか。スタート。さあこれで決勝進出決定までいきますよ。ノーマル点からの銀点、そしてダイレクト直通どうか。よし、危ない。ドラえもんの鈴に当たらないように注意しつつ、やっちゃって腕取るからしくじったという形になりますね。やっちゃって腕取るとは。金点ダイレクトジャンプ、そしてもう一度金点。いや気持ちいい、めちゃめちゃスムーズ。さあラスト周回になるんでしょうか。同点を取っていって、で金点金点上がりやな、これな。てか味方がもう言ってくれてるから、もう金点でいくわ。銀点丸ドームでいくわ。オッケー。決勝戦ジャンプ商談の風ライブ部門で決着でございますね。さあハートマーク、こんにちはなどなどと言ってまんばかり、行きましょう。こんにちは、それから頑張ろうな。ほい、かわしていきます。風の概念のか、あーさ、風の概念ご存じないが、タイタンの人すげえ概念ご存じなかったけど、タイタンスーッときますからね。ギコギコせずにもうスーッていっちゃう可能性あるから、ゆっくりいこう。さあ向こう側が割れていきまして、危ないよ。はい、で今度こっちが割れたらさらに難しくなるが、向こうが落ちるか。ジャッジ、ジャッジこっちや。誰か向こう渡る可能性あるから渡りブロックするわ。渡らせない。はい、取締役はと風は忘れたらいけないんでね。風絶対忘れないように。あー向こう渡らへんわ、誰も落ちたわ。ってなったら広いパターンでの生戦いが用意スタートとなりそうです。用意スタート。生つまみいってらっしゃー。遠心力、遠心力でどんどん外側に飛ばしていくわ。どうか、風来るぞ。よいしょ、おーっと、ライバト、おーすごい、風で全枚抜き。あとはこの方、さあ一緒に飛ぼうか空。おー、行った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 、オッケー。はちゃめちゃファクトリー行きましょうか。スタート。さあ味方の姿なさそうだから、多分味方回線落ちですね。なんではちゃめちゃファクトリー一人で突破という形になります。行きましょう。一人で突破するには10点取らなければならない。どうか、さあ黄色点、立ち往生しろあいつ。無限立ち往生、無理か、無限立ち往生ならず。で向こう側の黄色も取られて、こう来た、取っていく。で下の黄色光ってるけど、それ押せてなくね。あ、押されてるのかも、すでに。上に移行しよう、移行して捕まれないか、まずいか、あかん、人が多い。金点狙いたいか、金点というか黄色点、ほい。あそこ黄色点出てるけど、人うまいな、うまい人多い。はい、あかん、あ、取れてるわ、5点目。で、こっちの1点取って、もう上がってるチームおるからね。はい。どうかな、あー、指定対決があんまチンタラしてる暇ないけど。こっちが行くか。ダメか、取られるか。指定した方がよかった。なんか、よく待ってもらった。あー、上がられた。だからハートマーク出たんや。ってなったら俺は、どこ行くべきやね。なんか黄色出てくれ。この辺、空いてそうやな。空いてるやん。下行くわ。確実に取って。さあ、あと3チーム。ここまでか、俺。嫌だ。上がるな、他のチーム。やめろやめろ、俺や俺や、あかん、上がり始めた、あかん、ラスト1名これや、決めてくれ頼む、いけ、おっしゃー、ストンピングラウンドですね。ありがとうございました。